どうもラメリーです。イエーイ、始まりました。今回も始まりましたね。ね、おっさんこと大スリーです。何、聞こえないな。はい、お名前は。おっさんこと大スリーです。あー、よくできました。じゃあ早速やっていきましょうか。みんなで呼びよう。せーの、セイコーム。聞こえないな。もう一回行こうか。じゃあもう一回ね。せーの、セイコーム。ステージ作りが復活するかもしれないと。桜井、ありがとうございます。何やってんだよ。鬼畜ステージができるぞということでね、鳴らしとかんとあかんなということで。そうね、今日もやっていきたいと思うんですけど、何マリオを選択している。今回はマリオじゃない。なんだって。今回はパックマン。なんと今回駆けつけていただいております。どうも皆さん、おはこんばんにちは、リザードンです。はい、ということでリザードン先輩にね、助けに来ていただきました。よっしゃ、よろしくお願いします。じゃあ今回のステージ名はこちら、セコムではしご酒。おい、ビール持ってこい、ビール。ヒカキンさんがね、あ、出たじゃないですか。あのロマネをコンティしてたやつですね。そう、ロマネをコンティしてたやつだよ。はしご酒ってことは、これの前にどっかで飲んでたんでしょ。まあ、セコムさんはね、セコムさんはさっき呼んだから来たけど、この前に1個挟んでるから。あ、それ冒頭とつながるんだ。そう細かい。はい、ということでね、右下の方にヒカキンさんがいらっしゃいます。ほら、ヒカキンさんに文句言おうもんならお前、この YouTube ジャパンにはいられなくなってしまうぞ。そのヘルプさんの配置はなんかバトルの予感がするんだけど。あ、違う、あのおっさんのヘルプマンじゃなくて俺のヘルプマン。あ、そういうヘルプマン。デビルマンじゃん。デビルマン。あ、似てる、形状似てる。あ、やっぱ自分で 9% 作っちゃった。パックマンでね、2人をね追い出してクリアという感じになります。よいしょ。はい、まずはこの樽ね、そびえ立つ樽を超えていくけど。はいはい、じゃあ目指していきますか。お願いします。はい、いやー楽しい。ロマネコンティー。おい、ロマネコンティー。ロマネコンティーで煽ってくるのって喋りぐらいの話で。そういうことか。ちょっと、あー、はいはい、ロマネコンティー。お、いいよ。お、あー、これ足りねえじゃん。おや、これはどうやっていくんだ。あー、ここ、いやー、壁ジャンプ使えそうな気がするんだけどな。どういうことなんでしょうね。これか。もっと足りない。あー、足りねえじゃん全然。あ、そうなんだ、足りないんだこれ。あの、ぴょんぴょん、おしょ。お、あ、なるほど。今ちょっと兆しが。あー、しょん、しょうじゃん。あー。俺カットフルーツのメロンだけで買いたい時あるよ、マジで。おおお、あー、来た。よっしゃー、おめでとうございます。14ストックのパックマンを無駄にしてやっとここまでたどり着いた。あ、あ、あ、え、い、え、はいはい、あ、抜けた。お、素晴らしい。ホホンジュってなんだっけ。え、もうついに日本の文化すら忘れてしまったっけ。日本の文化なの。日本のもう古くから伝わる文化でしょうが。マジで古くから伝わってた。古くから伝わるチョコにあのマシュマロ突っ込むって文化でしょうが。そしたらここで超えちゃったらさ、突っ込まれるじゃん。イエーイ。楽しいな。楽しい。いやー、行き詰まった。ハゲチャビンだ、ハゲチャビン、ハゲチャビンだ。あ、じゃ、小学校5年生の時に血液検査みたいなのあって、はいはい、で、なんかアレルギー調べますって言われたから、で、調べますみたいな感じで言ったら、その時に犬と白樺がダメって感じあって、いや犬飼ってるんですけどってなった。あー、これは、うまくなってきた、うまくなってきた。
これは来るのか、やばい、あ、来る。ただね、台のね、台がいないんですよ。あーあー、はい、まったくもう雑魚すぎる、雑魚主義。あー、雑魚主義。あ、おっさんのストレスが溜まってきたから、じゃあ一回やっとこうか、一回やっとこうか、ん、一回やっとこうか。全然ね、たどり着けないんですよ、あそこに。あ、待って、オーケー、ピカキンを最初にやろうとはいい度胸だな。はい、やるな。あふー、え、そこで交代すんの。ほらやばい、クリアドライ。すごいぞ、今の起き上がり攻撃だけ。コントローラー、今2個持って俺今対戦してるから。あ、ちょっと待って、おらうますぎる、うますぎる、うますぎるぞ。オッケー、死ね、死ぬんだ、死ぬんだ、ジョー。よし、あ、ちょっと待って待って待って、あはははあ、やばい、死ね。よし、で、ここでリザード先輩。あ、ちょっと待って、やだ、俺のリザード殺す。リザード、よし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 、今だ今だ今だ、こいつを。よしよしよし、今だ今だ、こっちは。あ、待って待って、あー、リザード、よっしゃ。弱いリザードなんていらない。やばい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 、あてー、やったー、うえー、あ、ごめん、ストレス発散だったわ。めっちゃ溜まったわ。よっしゃ、今度はちゃんとチームにしてきたから終わるぞ。終わるぞ、一回で終わるぞ、こんなの。おおっさんの言う一回とは果たして何回なのか、ここで皆さん予想してみてください。なんかカメラ寄るね。グミうま、グミうま、あーん、あーん、あーん。はい、おっさんの一回これです。来るのでは。あー、あ、嘘でしょ、嘘でしょ、誰であんなとこに太郎いたの。ね、うん、リスナーさん、え、あ、リスナーさんが作ったと思います。そう、いい位置に置いてやがるぜ。手のひら返しがすごい、この俺を絶妙に苦しめてくる、いい位置に置いてやがるぜ。うおー、すごい。あ、これ、お、これ第2位嫌われてるやつか。おー、よかった、よし、僕らは第2位嫌われている。よっしゃ、で、このデビルマンどうすればいいって。デビルマンをぶち倒してください。マジで？あ、私には2回チャンスがあるから。あの樽やろ、あの樽やろ、あれ、そこの樽やろ、え、あの樽だけ。突破口あの樽だけ。あの樽ってなんだろう、あの樽ってなんだろう、あの樽、保険じゃねえ。あっ、あぶねえ、俺自分でスコートがあった今。危ねえ、あっ、やばい、ピンボールみたいになってる、ここだけピンボールみたいになってる。パックマンだから、パックマンだから、なおさらピンボール。あ、嘘、よく受け身しやがったな。あっ、あっ、ふぅ、そっちかい、そっちかい。まあまあ、消去しない。あ、嘘でしょ、どうだ。お前、着地狩りがひどいよ。あれあれ、だってもう、あれはあれだもん。あれ、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 あよく208まで貯めたな。私は208まで貯めおったな。208まで貯めても、え、足るしないでしょ。いや、だから吹っ飛ぶ方向をね、ちゃんと考えないと。ダメージ食らっても知らなきゃいいんすよ。なんだあいつ。ダメージ食らっても知らなきゃいいんすよ。くそー、あー、マジか。これいけんじゃない。お、これいけるでしょ。お、ほら、おい、あ、お前、1回目の直中から俺してないからね。帰ってきたぜ。危ね、あっ、ちょっと待って、俺は着地が利用していく。あー、やめて、あー、やめて、あっ、やばいやばい、隙がでかい、ま、ずい、おら、くそ、フラードライブ、みかんじゃどうにもなんねえ。みかんじゃどうにもなんねえ。あー、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 あも、もう死ぬ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 、あー、クソ、カモじゃなかった。よーっしゃー、クソ、行け、ピカキンさん、ピカキンさん、行け、おら。さあ、まずはね、デビルマンをこの館から追い出すことに成功しましたよ。いやー、そうやな、
さあ次やボロボロのホカホカよホカホカ弁当じゃん。やべえよマジもう、なんでホカ弁がロマゲコンって。お前それ食べてくれない。ええや、ちょっと待ってる、今みかんでぶん殴ってやから。あ、来た来た来た。あ、なんだっけ、っなんだっけ、デビルマンのせいですげえ見づらい。おらデビルマン上にいるから全然カメラ近づかねえじゃん。危ない、やばいやばいやばい、ちょっと待って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 、こっちじゃないこっちじゃない、やばい、あばーい、あばーい、もうさっき上達した受け身を、わーわーわー、受け身もクソもね。ホールインワンしましたね、ありがとうございます。いやピンポイントでぶち壊れた。マジか、受けるな、ピンポイントだろうもうね、どうしようね。いや負けた、チキショー。 44% 溜まりましたね、今までね。いやめっちゃ溜まったね、めっちゃ溜まってねえじゃん。めっちゃ溜まってねえわ。全然溜まってねえ。ただめっちゃ見やすくなったよ、台の移動が。台の移動は見やすいけど、いやどうしよう。やばい、お前普通に行くんだな、もう普通に行けんだね。もう余裕だよ、こんなこんなとこ。問題はもうあれだよ、問題はあのピカキンをどうやって呼び捨てした、呼び捨てに。ピカキンさん呼び捨てした。ピカキンをどうやってやろうかっていう話ですよ。そうやろうやろう、ぶっ殺しやな。あっぷね、おお、あ遠いだ、遠いんだよ。あーとりあえず 53% オッケー、雷打ってくる。ここから 6% から、あやばい、 13% 超見にくい、超超超超超見にくい、やばい、オッケー、お分かりいただけただろう。それはまるで夢の景色のように美しい眺めだった。最後まで見てくれてありがとう。概要欄にツイッターとか載せてます、絡んでくれよな。ちなみに裏で流れてるこの音楽は俺のバンドの曲なんだ。バンドのチャンネルで公開してるから見に行ってみてね。ではまた次回の動画で。エンディング流すね。あーくそ、あいつどうにかしてやる。おらおらおら、あーくそ足りねえ。見えない、俺にはルートが見えない。いけいけ、おっしゃー。